はい、ええー、発ーです。ラルフィンです。よろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします。や <laughs>、改めましてラルフィンさん、今日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えー、たっぷりとラルフィンさんの、えー、内側を覗いていこうと思いますが、よろしくお願いします。<laughs> はい。<laughs> まあ何もありませんけど、ね、<laughs> <laughs> <laughs> もう見た目そのままですけど。<laughs> はい。 それを言っちゃっちゃおしまいですけど。じゃあ早速本題に入ろうと思います。はい、まず一つ目の,あの質問からい,のいきますが、はい、あの今、寺小屋を、ね、あのやってらっしゃるということなんですが、寺小屋の趣旨をちょっとぜひ教えてください。はい、ああ、そうですか。<laughs> うん、趣旨みたいなものですね。まあ概要というか、目的。ああ、そうですか。 えっと、うん、まあ、あの、宇宙の寺子屋って、宇宙っていう名前をつけてますのでね、まあ、宇宙のことを話していくんですけど、うん、えっと、まあ、僕はずっといろんな、あの、過去にね、あのうん、まあ、テレパシーな形で、いろいろと、まあ、いろんな存在から聞いてるわけで、それで、うん、まあ、三つね、僕に対しては、 やってほしいことがあるようで、いろんな話があって、それは一つは宇宙の話をしろ。うん。で、もう一つは心の話をしろ。うん。で、三つ目がね、エネルギーのこと、宇宙エネルギーのことを話せと。うん。この三つだけです。いや、その三つ。れ以外は別に何もないんですけど、そうしなさいって言われたので、まあ、それに従って宇宙の寺小屋でそういう話をしてると。 それだけです。はい。まあ、何が、そのね、それだけですってやめてください、もう。<laughs> <laughs> そうなんですか。<laughs> ま、これのためにね、私たちは人間として、この地球ゲームに来てるわけですから。<laughs> そうですか。まあ、ゲームは間違いないですね。はい、うん。<laughs> そんな感じはします。はい、じゃあ、あの、早速ですけど、その3つ、1つずつちょっと簡単でいいですので、解説お願いします。うん。はい。そうですね。まあ、宇宙のことにつきましては、 まあ、外に見える大宇宙。それの探求がね、うんまあ、人間そのものの探求にも最終的にはなっていくであろうという、うんまあ、いろんな起、ね、源を探すとか、そういうことにもなっていくるんだと思いますけれども、うんはい、でそういうことで、まあ、今現在の,その見えている世界の <laughs> 宇宙を。うん ま,あまず見ていこうということ。ね、はい。それで、うん。もう、次に移りますとね。その、僕が思ってるのは、心の宇宙。を心の宇宙。はい。うん。まあ、心っていうのは、まあ、取り決めもなく、うん、まあ、広大無辺なんですけれども、うん、まあ、その、心象風景が、まあ、外なる宇宙を映し出していると。うん。うん。 で、そのうちを知っていくためには、心を見ないとわからないであろうと。はい、うん。<laughs> 元ですから。そうです、ね。何言うとも映画館の映画みたいなものです。うん、うん。スクリーンに映ってる映画の物語がありますけれども、うん、はい。そこをいくらあの追求しようとしても、まあ、画面に映ってる映像だけですよね。<laughs> まあ、確かにね。うん。うんうん でもずっと辿っていけば、うん、まあ今はどう,どういうか知りませんけど、映写機があって、うんうん、そのバックにね、うん、映画館のバックに映写機があって、映写機を回してる人とかいるんですけれども、うん、でもその物語を作るために、映画監督がいたり、うんうん、で元の話を作る脚本家がいたり、うん、創作する人がいますよね。いますう、ね、人たちがいて初めて、今、映画のスクリーンに映っているということ。 そうですね。こういう関係だと思ってるんですよね。スクリーンに映ってるのは、まあ、我々が視覚的に見えてる宇宙、まあ、社会でもあるし、宇宙でも。でも、映し出してる元をたどれば、心じゃないのかって、うん。で、どこから来たのっていうことですよね。そういうのを探求するようにやってます。だから 宇宙旅行なんかもやってるんですけど、うん、宇宙旅行は外なる宇宙っていう感じで最初やりますけれども、うん、本当は心の宇宙旅行です。うん。軍のうちのね、うち、んうん、を探検していくっていう旅で回ありますよね。へへそういう感じで、だから心と宇宙は、まあ、リンクしてるということ。まあ一体なんでしょうね。そうなんですよね。うんうん あのーうんまあ、量子力学的な考え方で言いますとね何、うんうん、ていうか、えー、認識しないとないんですよね。うんうん、例えば外宇宙でも、まあ、我々は宇宙、うん、ということを認識できる生命体ですよね人間はね。でも、まあ、生命としてもその辺の、まあ、植物なり <laughs> 昆虫なりが、まあ、見てるかもしれませんけど、うん、ちゃんと 人間みたいに宇宙を認識しているかというとちょっと疑問ですよね、うんうん、宇宙とは思ってないかもしれません <laughs> まあ確かにね思ってないということはないのと一緒です、うん、我々人間が宇宙というのを認識できて初めて宇宙ができるということです、うん、認識できなかったら宇宙はありませんよね <laughs> 確かにね、うん、よく、うん、まあビッグバーンの話がありますけどビッグバーンがあったか なかったかって言われますけど、うんうん、まあ僕なんかはあの宇宙存在に聞きますけどあ、うん、ったのって言ったらなかったって言います<わ> <laughs> なぜかというとそういう爆発じゃなくて、うん、宇宙ということを認識した瞬間に現れるということですあ自然とこうファーっとねもしビッグバンを認識するのであれば、うん、ビッグバンは現れるでしょう、うん、その人の宇宙の中でうん、うん そういうことを言われましてね。あ、その通りだなと。なねうん、認識し,し,した瞬間に宇宙は現れると。認識するものがいなければ、ない。うんうん、<laughs> ということですよね,よね、まあ。ワンネスの状態ではねあの、観察者も非観察者もいないので、うん、ないですよね。<laughs> あのでもあの、僕もね、昔、あのワンネスっていうことを20年前から聞いてます。うん、でも あのなん言葉としてはすごくシンプルです、すごく。とてもシンプル。だけど、それを本当に腹に落とすっていうところが結構、まあ、難しいって表現も変なんですけど、うん、なかなかそこに行かないんですよね。そうですね、うんうん、これをあの腹に落とすところまで行かせたいっていうのがなんかこう、すごくあるんですけど、あのラルフィンさん的にはそこはどう思いますかうん まああのー、寺子屋ではハイヤーセルフにつながっていくっていうことを多んにやるんですけどね、うん、まあそれが第一でやるんですけれども、うん、まあハイヤーセルフにつながっていくまあ実際まあすれにつながってるんですけどそれに気づいていく段階でね、うん、そういうことをやる中でより深い段階に、うん、ハイヤーをもっと,もっと超えてねいった時によく言われる一別体験っていうのがあるんですよね。 一別体験って言います。お初めて聞く言葉ですよ、それ。ううこそれは、うん、まあ、ゼロポイントフィールドって聞いたことあるかもしれない。ゼロポイントフィールドのところにね、はい、ずっと、まあ僕の、僕の感覚で言うと、えっと、海に潜るような感じです。ああ<ー>。<laughs> 一番上が表面意識。うん、波があるとこね。ここ、うん、からダイブして、ずっと潜っていって、 で最初、正面、健、えっと、在意識ってありますでしょうん,、うん、うん。それは光の届いてるとこですね。うん、太陽光が届いてたら、あの海の中、魚が泳いでたり、ね、<laughs> サンゴがあったり、見えますでしょはい。で、ずっと深く潜っていくと、ちょっと光が届かなくなってきますよね。見えなくなって,て、<laughs> 真っ暗になってくる。うん,うん。それが潜在意識。うん。で、さらにずーっと潜っていったら、 いつか海底に着きますよね、はい、そこがゼロポイントフィールドみたいなものです。でそこに、まあ、タッチする感じかな。潜っていって、うん、タッチした瞬間に、と開きます。一列体験があります。瞬間だけね。ずっとそこに入れるわけではありません。うん、瞬間だけ。うん、でも、その,<あ>その時に、光の、うん、状態とかね、いろんなものがあって、ワンネス体験があるわけですよ。うん <laughs> まあできればね、そこまで潜,潜ればいいなって<笑><笑>思います。うん、あのちなみに、ナルディンさん、その体験は一、一番、まあ、1回目は何歳でした ?30 歳の時ですね。わ<ー>それはハートの覚醒って言ってるんですね。それをね。うん。うんうん、だからその、うん、そこはムーなんですよ。その、ロ、はい、はね。うん。で、まあ、瞑想とかいろんなことをやっていく時にね。例えばはい。 うんいろんな意識が出てきますよね。考えとか意識ってだんだん上がってくるんですけど、この考え,が考えはどこから来ましたかって問うんですよね。うんうん、お腹がすいたって思ってお腹がすいたっていう考えが出てくるんですけど、あれが食べたいとか出てきますでしょ。うん、<laughs> それはどこから出てきましたかってやると、ずーっと深い海のここからポコポコポコって泡のように出てきて、最後、うん 表面の意識のところで泡がはじけてお腹が空いたなと思うわけですよね。<laughs> その意識の出始めのところ、そこがゼロポイントフィールドと思われます。はい。うん、でつまりわ、まあ、か,かりやすい言葉で言うと、うん、まあ、内観を深めるみたいなもんですね。うん。そうですね。内観を深める。内、うん、な,なる自分を見つめていくみたいな、うんうん、そういうような作業ですね。そうですね。 そのゼロポイントフィールド、海底のその下は無です。何もありません。何もないところから意識。意識っていうのは意識、エネルギー、宇宙、エネルギーって僕は捉えてます。それは愛でもあり、光でもあります。何もないところから愛も光も出てきます。うんはいでもその何もないところ、無のところがワンネス。 だからよくね、全問答であるんですけど、うん、あるけどない、ないけどあるっていうんですよね、うんうん。そういうワンネスの状態っていうか、そういうものはあるんですよ。それはあるってよく言います。でも、その中に何かあるかって言ったら、何もないんですよ <laughs>、うん。<laughs> あるけどない、ないけどあるっていう視点の違いから、そういう言い方になるということです、ね。はいうん かりました僕自身は、うん、まあねこんな話したらちょっとあれですけどそのゼロポイントフィールドからこの表面意識までの間、うん、ここは行ったり来たりしてるわけなんですけれども、うん、人が生きてる間にねまあ、うん、みんなすべての生命体、えー、それからあの無生物全部そうなんですけど、うんうん、このまあ一つのシステムというか流れの中を行ったり来たりしてるのをここは仏教的に言うなら空だと思ってます。 うん、空のシステムだと思ってます。ゼ、うん、ロポイントフィールドは無我なんですけどね、無なんです、うんうん、このシステムは空であるって思ってます。演技ですよね、うん、<laughs> 空間の演技でもある。いや、もうあっという間にですね、もう12、3分喋ってくださいましたんで。 あそうですか。長くなりましたね。いやいや、と、ね、んでもない <laughs> あの。いくらでも話したくなってくるので、悪い、うん、悪い。いやいやいや。<laughs> あんまりあの、ね、言っても頭がうんってな,なると思いますんでね。うん、はいじゃあ、まず第1回目 1>、はいあの、お話をここで一旦切らせていただいて、また2本目、また取らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はいじゃあ えー、今日のところはここで終了させていただきます。大変にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。